厚み用は、愛知県厚み半島に分布している、雇用群。日本三大雇用の一つにも数えられる。秋草文壺慶應義塾像、平安時代後期厚み用座標は、国史跡である大荒ア雇用跡の地点古代、さなげ洋の海洋陶器を削減とする、山沢大役釜が、厚み半島にも伝播したことで生産が開始され、12世紀初頃から13世紀末に、 かけて創業した。釜分布圏の東部地区では、東方の中世古採用と釜構造や生産品目、態度などで類似点が見られ、共通の基盤のもとに成立したと考えられている。千多半島から厚見半島は中世における洋業地帯であったが、床滑洋など千多半島では中世以降も生産が継続しているのに対し、 厚み用は中世前期段階で生産が途絶している。態度は、砂質で穴倉用を用いた関節炎焼成による青みがかかった灰色色,色調を特色とする。回遊技法も見られ、湾、皿、パチ、瓶、壺、亀などの日常雑器のほか、京筒や蔵国旗などの祭祀容器、漁具、瓦なども生産され、 海上輸送や陸上水運を通じて各地に分布している。中でも、反節地患によって、ミスジフミ、ケサタスキモン、レンベン文、秋草文などを描いた国分壺は有名で、神奈川県川崎市の加瀬白山古墳の公園物素から1942年に発見された秋草文壺は国宝に指定されている。ありがとうございます。